い、こんにちは。ゲーミングお母さんちゃんとお父さんです。よろしくお願いします。お父さん、はい、今日は、はい、スペシャルゲストに来ていただいております。スペシャルゲスト、スペシャルです。スペシャル、鬼滅に関わる方ですか。鬼滅に関わってあるよ。すごい方よ。もう、はい、上の楽屋で、はい、スタンバイされているということですので、はい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 、早速お部屋の方に行ってみたいと思います。行きましょう。失礼のないようにね、はい、すごい人やから。うん、ゲーミングお母さん、じゃあもうそちらの方にいらっしゃるみたいなんで、うん、行きましょう。この先、ここです。こちら、こちら、この扉の向こうにいらっしゃるということですので、ちょっと待ってよ、開けていきたいと思います。ちょっと開けるね。待って、そう、いやいや、だってずっと上見てはったの。上見といたの、ガクトさん。やばいもん、見たよ。すごいゲスト来てるってあなたが言ったんで、俺は聞きたいよ。ちょっと見てみようか、見てみようか。失礼します。こんばんは。こんばんはじゃないの、こんにちは。この明るいです。嘘でしょ、すごーい。はじめまして、がっくりガクトです。それでは皆様、ご紹介させていただきましょう。本日のゲストはモノマネ芸人のがっくりガットさんです。こんばんは、がっくりガクトです。ありがとう。やばいすごい、ちょっとすごいいい匂いするんですけど。わー、ガクトさんと一緒のエゴイストを使っています。これそうなんですか。そうですね。愛用ですね。なかなかね、動画では伝わらないと思わないですけど、はい。いや、すごいいい匂いしてるんですよ。漂ってるな。もう本当にもうガクトさんと一緒にいるみたいな感じ。ちょっと緊張してます私。お会いしたことあるんですか。ないです。これは。これですか。僕専用のワイングラスです。ちっちゃ。これ持ってあの。こう営業に行かれるんですか。そうですね、はい、これを持ってどこにでも登場します。あ、ちなみにガクトさん今日はマレーシアから来てくださったんですか。はい、そうですね、ランボルギーニで海を渡ってやってきました。ちょっと浮いたんですね。浮きました。めちゃくちゃ。いや嬉しい、やばい。いやだってファンやから。モノマネ好きやもんね。モノマネ以上に素敵なものはこの世にはないです。そう、酔っ払った見とんもんね。モノマネ見るか、中合会議見てるかやもんね。2時ぐらいに、おもむろに見る中合会議はすごいいいんですよ。ガクトさん、ちょっとこの世界観を味わっていただきたいんですけど。中合会議、中合会議、中合会議にもう自分も参加してるかのような錯覚を起こすんです。アルコールと相まってで、一人で泣いてるんですけど。はい、そうそう、ガクトさんも、はい、なぜこの番組に出ていただいたかというと、鬼滅の刃のファンだとお聞きして。そうなのよ、だから今日はね、あのガクトさんと一緒に鬼滅のお話していきたいなと思っています。よろしくお願いします。ちなみに推しは誰ですか。推しはですね、カナオちゃんです。あー、カナオちゃん、結構リアルに来ましたね。結構リアルに、あの、ほんまにこれガチダメなんですか。ガチでいいんですか。結構ガチで、ガチめできたなって、はい、そうですね、はい。カナオちゃんはどういうところが。そうですね、無口なところですね。そうだ、はい、なるほど。まあ、その都度ね、やっぱり立志編とか、あの無限列車編とか、それ都度女性ヒロインが変わっていくじゃないですか。はいはい、なのでその都度ね、その子が良くなったりする時あるんですけどね。はい、刀鍛冶編ではみつりさんがね、すごく活躍してましたし。そうですよね、大好きになりましたね。いやー、かっこよかったですよね。かっこよかったです。いやー、本当にみちろくんもね、本当に素敵で。みちろくんと僕誕生日一緒なんです。8月8日です。なんと、はい、
無限の日じゃないですか。そうです。そうなんですよ。数字の8は横に寝かせると無限ですからね。そうですよ、無一郎の無は無限の無それいい言葉、ちょっと鳥肌立った私今すごい、はい、8月8日です。うわ、はい、誕生日のプレゼント受付期間中ですこれはガクトさんのポーズ、ポーズですね、はい、募集中だそうです8月終わりましたけどね、8月8日ね、はい、来年の受付が開始したら月間、強化月間、そうですね、毎日、はい、受け付けらしてらっしゃるってことですね。そうですね、はい、じゃあ私、無一郎くんのお誕生日が来るたびに、はい、ガクトさんのことを思い出してしまう。そうですね、はい、いいことですはい、ただ僕、ガクトさんと言われてますけど、はい、僕、がっくりガクトなんて偽物ですからね偽物ですから。いや、もう、はい、ガクトさんやったな、ずっと、はい、そうよね、ついついなんかご本人だと思って、はい、喋ってしまう私がいるんだけど、いやもうご本人ありがとうちょっと嬉しい、一回一回嬉しいね、一回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 よ、ワンタイムワンタイム、自分のために言ってくれてるみたいな雰囲気になってる。そうよ、ぶっつ汗かいとう私。シャビさんのためにこう一言一言を、言えばいいですか。あ、そんなことしていただけない大丈夫。いやすごい、いやもうライブが現れてる。ありがとう。他にもモノマネが、はい、ガクトさん以外にもできるとお聞きしたんですか。そうですね、はい、劇場では西城秀樹さんとか、はい、沢田研二さん、はい、氷川きよしさん、うわ、騎士団の綾小路翔さん、あ、はい、やってます。例えば僕はちっちゃな頃清水明さんのモノマネを見て、清水明さんのモノマネする五木ひろしさん、これをモノマネしてるんで。なるほど、はい、オリジナルがもう清水明さんなんですよ、ね、はい、そうなんです、五木ひろしさん知らないのに五木ひろしさんのモノマネをしてたっていう感じですね。じゃあ今のラインナップって、はい、まずそのお好きっていうのがベースにある。もうベースにあります。はい、ガクトさんといえば、ムザン様のコスプレされてやってらっしゃいましたよね、はい、YouTube でですね、はい、ガクトさんがムザンの格好で無限列車、ホノムラを歌ってたんですね。その、YouTube の再現を僕してみたいなと思ってるんですけど、どうでしょうか。うわぁ、めちゃくちゃ楽しい。見れるんですか。見れます。やったー、すごいいい声でじゃあぜひぜひ お願いします。でもスタンバイお願いします。わかりました。やった。いや俺ほんまやだろ。ちょっと鍵を鍵を楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。うわなりましたね。はい、うわ素晴らしい。無残のね、格好でガクトさんが YouTube で歌ったホムラ、これを歌いたいと思うんですが、よろしいでしょうか。いやめちゃめちゃ嬉しい。ガクトさんと同じようにアカペラで歌いたいと思います。ではよろしくお願いします。さようなら、ありがとう、声の限り。悲しみよりもっと大事なこと。去りゆく背中に伝えたくて。
ぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた呼び合っていた光がまた胸の奥に熱いのに僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い手を取りそして話した未来のために夢が一つ叶うたび僕は君を思うだろう強くなりたいと願い泣いた決意を花向けに心に炎を灯して遠い未来まで言っちゃいましたね。自分に言っちゃいました。いやでも本当に良かった。ありがとうございます。体使ってたと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日奥様あ来てます、はい、あ呼んでもいいんですか。いや いいですか。奥様です。ありがとうございます。心のバランスを崩してしまってちょっと家から出られなく